リハーサルで、まあ、水とかお茶とか用意されてるんですけど、毎回毎回ちょっとした休憩のたびにコップに水注ぐのすごいね、手間かかるので、もう2リットルのお水を買って持ち込むんですけど、今までのね7年間のアイドル人生上、あのこれそのまま置いとくと、あの全然普通にあの何備品だと思われて、あの注がれがちなので、なので私のものだって分かるようにちゃんとね自分のものには名前を書くんですね。なので水を飲みます。そう、いやそうじゃん、だって大きい水をさ置いてあったら普通それをさあ、じゃあこのペットボトルをみんなで分けようってなるじゃん、普通はね、普通はそう、誰もさ一人でさこの水をさ口つけて飲んでますとは思わないじゃないですか、一般常識としてね。うん、なのでそう普通にみんな共有のあのコップに移して飲むお水だと何度かあのここの7年間でここの7年間で同期に何回か間違われてるので、なのでなのでちゃんとお名前を書くようにしていますね。うん、そう、いやそうねえ、いや後輩がね間違えて先輩のお水飲んじゃったってなったらさ、もうなんか震えちゃうでしょ。いやそんなかわいそうな目にはあってほしくないので、はい、そう、なのでちゃんと名前を書いておきます。うん、あ、まあ今だからそう最近はちゃんと私が名前を書くようにしてるので間違われたことはないとは思うんですけど、うん、あと私がこれを飲んでるの見てるからな今、ってか2リットルのペットボトルじゃないんだよ今、1リットルの紙なんだよ、紙パックのお水なんだよね1リットルの。そう、三村ひのの水エピソードは家に来た時にみんなまあね、そのまあなんだろう、お泊まり会というか、お泊まり会っていうほど可愛いもんでもないけど、普通になんかじゃあなんていうのいやそう別にお泊まり会キャピって感じじゃないんだよな、そのなんていうの、家でゲームしようぜぐらいのさ小学生男子みたいなノリのね時はありますけど、そのってなった時にまあ大抵こう誰かのお家お邪魔する時に結構まあ差し入れ的なものをね、あとはまあちょっとそのいろいろなんかシャワー借りるからとかいろいろとかでそのなんかちょっとした差し入れみたいなのをお菓子とかねこう持ってきてくれたりとかするんですけど、三村ひのの場合は2リットルのお水をみんなね1本ずつぐらい持ってきてくれるそう、いや正直何より一番それがいいからね、お菓子とかはまあみんなで食べるから別にそれはそれでいいんだけど、そうそう、お菓子とかねハマっても置いておくとそう無限に食べちゃうから、だからお水の方がゼロカロリーなんで、そういうことじゃないんだけど、そうメンバーというか女の子、まあ女の子に限らないかもしれないけど、なんか学生って学生かな、なんか結構メンバーもそうなんだけど、カバンにグミ一袋二袋とかチョコとか結構みんなカバンに入れてるイメージがすごい強いんだけど、
私そういうのなくて、私ね出てくるの水なんですよね。そうそうそう。ゆのちゃん水の銘柄のこだわりは、軟水がいいですね。硬水だと、まあ、たまに体調悪いと体調悪くするので 頭が痛いじゃない、頭痛が痛いみたいな話しちゃった。そう、体調悪いと体調悪くするので、硬水はね、タイミング悪いと。だから軟水の方が好きかな。一応違いは飲んだら多分わかるぐらいだとは思うんですけど。水はそうですね。まあ、にんだって、日本のことにんって言ったわ。日本のお水、水道水とかは基本的には軟水、まあ、もちろん地域によって硬水の場合もあるんですけど、基本的には軟水なので、料理に合うとか、シャワーもね、その髪の毛、海外のシャワーはね硬水なので、髪の毛ゴワゴワになりやすいみたいなね、実はそういう話もあるんですけど。ハワイにロケに行った時に、歌唱力のご褒美ロケ行った時に、水がワンチャンねないかもしれないってなって、大量に水を持ってったんですけど、結局1日目か2日目で飲み干して、ホテルのコンビニで買いましたね。軟水あったのでよかったです。あ、軟水あるやんと思って。全然。あと、なんかそのホテルのとこになんか無料で汲めるウォーターサーバーみたいなのがあって、それね別に味もね滑らかだったんで、そう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 。てか、いっぱい飲むなら絶対軟水だね。硬水飲みすぎると多分本当に体調崩すよ。そうだな。ハワイなんてね、歩いて5秒経てば日本人すれ違うみたいなもんだからな。ここは一体みたいな。11時50分。生写真の告知をしなくてはいけなくて明日の1時までかな。9月の、先月の生写真が先月か今月かのギリギリにね販売が開始されて、それが明日までなんです。緑のやつとニット 10月のバージョン1、バージョン1、バージョン1、のハロウィンのはもう受付が14日までとかで、ちょっと長いんだけど、長いというか、まあ、10月分なんだけど。9月分が明日までなので、よろぴく、告知をしなきゃ。まぶちお目々がないなる。
ざとねってもうね3回ぐらいやってんだよね確か。うん、3回目ぐらい。初代あざとニットが一番盛り上がってたやつね。で2代目3代目もやったことあるんですけど、でこれが3代目だったやつ3代目あざとニットね。うん、いやまあ配信しながらねオフショットを投稿するでもよかったんだけど、そしたらもう気づいたらもう配信終わってそうだから。うん、セルフプロデュースの生写真はいつの間にかね始まっていつの間にかなくなったんだよな。そう、私ずっと出してたのにけなげに毎月出してたんだけど、うん、もうみんなネタがないっていうなってなくなった。そう、あとは普通にー自撮りでよかったんだけど、自撮り生写真みたいなよかったんだけど、自撮りだともう限界があるじゃん。うん、あと家族がいる子はいいけど、家族がいるというかそのね実家の子はいいけど、そうじゃない子は寄ってねやるしかなかったから結構ハードルが高かったし、そうそうそう、ちょっとじゃあここで撮ってとかができなかったからだいぶ大変だったし、当時はまあコロナ禍だったからあんまり撮影でなんかマスク外したりとかも本当はなんだろう、まだなんか何も考えずにじゃあみんなで撮ろうみたいなのができるレベル感でもなかったから、いろいろ気を使わなきゃいけないことも多かったから大変だったし、そうそうそう、マスクで移動して撮る直前に外してみたいな感じでやってたからそれも大変だったし、場所も大変だったし、みゆパパがねこう送り迎えとかしてくださったんだけど、マジでそれはねあの時だからこそできたことで、もう今はね無理今は無理っていうのは人もそうなんだけど、マジで揃わない。うん、現状じゃあ現役の4人で揃ってスリープロデュース取りに行きますってなったらマジで次揃うの何ヶ月後みたいななんかそんななんかすごいいいとこの料亭みたいなことになっちゃう。うん、そう本当にそんぐらいちょっと揃わない。うんうん、いやまあね、まあなんだろうちょっとまあ日常が戻ってきたっていう部分が大きいとは思うんですけど、うん、ああマスクが2位になったんだっけ今日から。ああでも風邪ひいてる人はマスクつけてねそこかよそこかよって感じなんだけど、うん、体調悪い人はマスクってか体調悪い人は休んでくださいだけど、前回から、あそうなんだ、あそういえばそうでしたね、なんかそれ見たな何かで、そうちょっと風邪気味だなって人はマスクしてもろて、うん、うん、映るからね。今日から秋ブロックが始まったようで、ね、私はねいつ出るかわからないのに、いつ出るか全然わかんないけどリハは参加したので踊れますよ。
踊れます。実は今日出ろって言われても出れるぐらいには踊れましたね。紙飛行機は折れないんだけど、あの紙飛行機ってみんな自分で折ってんのかな。だとしたら私はね、届かないかも、折れないかも。まず紙飛行機、私紙飛行機の折り方わからない、これガチ。あのね、マジでね、投げるとかのレベルじゃない、あの紙飛行機の折り方が本当にわからない。どうやってつくんだっけ。今現状頭の中でできてるのはチューリップしかできない今一旦紙飛行機チューリップでしかできない。空調の風で戻ってきちゃう。え、どういうこと、戻ってきちゃうんだ。え、そんな私たちってさ、自然渋滞、ツアーの自然渋滞みたいにさ、あっち側から風吹いてましたっけ。サービスエリアの手前で、おもろ、だいぶおもろいね。いいやん、もうさ、紙飛行機さ、何飛行機雲、もうボールで投げるしかないよ。またゴミ投げてくる私ね、折り紙ね、人生で別にね、折り紙にね、いそしんだことがなくてですね、なので鶴も折れないし、紙飛行機も折れない、チューリップしか折れない。よし、バイバイ終わりです。今日はおやすみなさい。男女を見ます。13位トムヒロさん、12位タカさん、11位むっちゃんさん、10位米沢二郎さん、9位ひのひのさん、8位突破球さん、7位ひょりげたさん、6位のりさん、5位犬くんさん、4位むつきさん、3位とうごさん、2位あずきさん、1位いちたさん、ありがとうございます。あずじます。はい、それではね、じゃあ皆さんね、お疲れ様でございました。今日もありがとうございました。またね、また明日、おやすみ村、バイチャー。